木造枠組み壁工法とは建築構造の気構造の工法の一つであり、技術が一般に公開されているオープン工法である。北米では単にフレーミングと呼ばれるが、日本では通称ツーバイフォー工法と呼ばれる。19世紀に北米で生まれ、その後アメリカ全土に普及した。開拓者が自ら作るためのキットハウスがその原型とされる。 現在、欧米では、標準的な木造住宅の工法であるが、日本でも1974年に、三井ホームによりもたらされ、その後、数多く建築されるようになった。基礎を含めたスケルトンと呼ばれる、構造躯体と、設備や仕上げ、間仕切り壁などのインフィルと呼ばれる、二つの要素から、成り立っている。木造枠組み壁工法は、 体力壁と片床を強固に一体化した箱型構造であり、木造軸組工法が柱や梁といった軸組で支えるのに対し、フレーム状に組まれた木材に構造用合板を打ち付けた壁や床で支える。そのため、高い耐震性、耐火性、断熱性、気密性、防音性を持つと言われる。アメリカ合衆国の建築工法のうち、特に、 プラットフォーム広報を日本で定義した名称である。1973年に制定された。木造枠組み壁広報は学術用語集建築学編に定められた名称である。広報ではなく広報としたところに当時の有識者の意図が込められている。下枠、縦枠、上枠などの主要な部分が 2インチ4インチサイズをはじめとする規格品の構造用製剤で構成されることから24工法と通称される。一方26工法は主要な部分に2インチ6インチサイズの構造用製剤を使うものを指す。ただし構造用製剤の2などは未乾燥製剤前の寸法であり、実際に流通する乾燥製剤済みの構造用製剤はこれよりも1。 2インチ程度小さい。以下に例を示す。枠組み壁工法構造と各部の名称。ここでは、枠組み壁工法に関する法令、国示をもらせず、概要を解説する。詳細は、建設省国時第56号、国土交通省国時第1541号を参照。潤対化構造の24住宅は、1999年の保険料率改定により、 火災保険料が一般の木造建築住宅よりも割安な区分となったが、数多くの損害保険会社において日4住宅の火災保険料を取り過ぎていた問題が2006年12月10日に発覚した。乾燥した地域ならば問題はないが、日本のような高温多湿で雨の多い地域での問題を指摘する向きもある。ありがとうございます。